女子校のなんかあの遠足みたいな感じになっておりましてですね、のでこの村中康春をですねフューチャリングしておりますこのバンドでございますけども、ありがとうございます。拍手なんていただけることはめったにないんですよ、ね、なぜか、ね、一人だけ、ね、あのジャケットを着ているということで、まあそんなことで、まあ、リーダーでございますからね、今日ね、しっかりとね、腕は一流でございます。顔は三流でございますけども、ね、きちんとしてね、やっていきたいと思いますけれども。さあ、じゃあですね、まあ、ここはまず、手流しということで、一番ね、有名な曲、やりたいと思います。ジャンバラヤでございます。お願いします。
ってますから、チャンスを見つけて踊っていただければと思いますけれども、さあ、ウエスタンスイングなどというね、チャンネルがございまして、古くはボブ・ウィルスからですね、始まりましたね。ウエスタンスイングについてちょっとリーダーの一言ですか。ウエスタンスイングの説明ですか。説明しますか。あのこちらの話ですね、はい、ウエスタンスイングも流行ってるんですよ。そうです、ね、だから今更説明するほどのこともないです。なるほど、ありがとうございます。じゃあ代表的なミュージシャンにちょっと言ってくださいよ。ウエスタンスイングですか。はい、俺はいっぱい言いますよ。あのボブ・ユーです。ボブ・ユーです。ハンク・トンプソン。ハンク・トンプソン、はい、終わりですか。終わり知らないっちゃう。そんな羅列してもね、しょうがない、はい、あとスイングドアですね、うん、あありがとうございます。珍しく、珍しく見てますね。冒険なんですよ、ね、じゃあ、ボブ・ウィルスのナンバーからいきましょう。You're from Texas, I'm from Texas too.
村中康春ですね。春はですね、愛という字を書くわけでございます。珍しいですね。康春の愛という字。まあ、愛のない人間でございますけど、ね、愛がないんですけど、愛人はいるんですけどね。愛あふれる。家庭があります。それで、ということでですね、私はあなたに捧げるのは愛だけなんです。なんていう歌でございます。I can't give you anything but love。
さあ、村中康春フューチャリングで1曲いきたいと思います。曲はビリー・ボーマン・ホップ。I bet you.
ます、今日はスインギングドアーズ3回のステージを用意しておりますから皆さんね、ゆっくりゆったりした気持ちでね、楽しんでいただければと思いますけれども、もちろんね、踊っていただいても構いませんし、ね、おしゃべりしていただいても構いません、村中さんがね、ソロを弾いたときは皆さんおしゃべりしていただいても構いませんから、ね、私が歌い始めたら聞いていただければと思います、ね、今日もなんかあの顔のチューニングがちょっと色調が変わってます大丈夫ですなので、じゃあ、1回目のステージ最後の曲となります。皆さんこれで一緒に踊りましょう。